かも今日は十二トイロと西荻で、十二トイロが後半なので公演までめちゃくちゃ時間がある。珍しく早く終わりそうです。こんにちは。ほぼゲリラです。ほぼゲリラだけどありがとう、来てくれてありがとう。今日公演か、公演だよ今日、公演だ。リップ塗ってない、薄いというか塗ってないです。わー、リップ忘れ、今日使おうと思ってたリップ忘れた、新しく買ったやつ。今日はこれやな、2つしかない、クラランスのリップがない。かわいい、ありがとう、ハートもありがとう。アイナちゃんは今メイクし、髪の毛、確か髪の毛やってました。まだね、朝だからみんなね、多分まだ元気ない。今日が悔しずかみんな眠そう。私もめっちゃ眠くてさっきちょっと目つぶってました。あ、でもさっき一本ドラマ見た。ドラマっていうかこの前地上波でやってたバンクオーバー、間宮祥太朗さんが主演のなんか泥棒の話、コメディなのかな、スペシャルドラマみたいな感じで前編後編やってたんだけど、その前編だけ録画して見たら昨日めっちゃ面白くて、後編携帯で見てました。一人でクスクス笑ってた。合ってるかな、ちょっと分かんない、タイトル分かります、バンクオーバーみたいな、この前やってたやつ。ハートありがとうございます。昨日ワクチン2回目打ったので DMM で声見ますね。今日じゃ辛い日じゃないですか。今日どう、副反応どんな感じですか。西荻公園あと何回ねえ、もうでも後半の中旬の10月中旬のスケジュール見ましたか。こう公演スケジュール、劇場スケジュール全然なかったから、だから今日西荻とできるの嬉しい、最後な気がしてる。西荻のユニットの組み合わせでは銀行強盗のお話、あ、そうタイトルが出てこない。バンクオーバーで合ってるかな。あ、合ってるっぽい。ありがとう、教えてくれてよかった。めっちゃ面白くて、そのドラマが、元にのお話なんですけども、にもう前編後編どっちもほぼ銀行のシーン、なんかいろいろな事情があって銀行強盗を決めた、それぞれの事情があって決めた人たちが 4グループ、たまたま同じ銀行に集まって、そしたらその裏でいろいろ、その全員つながりがあって、で最終的に、最終的なの言っちゃったらネタバレか、最終的に一人めちゃくちゃ悪い人がいて、その悪い人をみんなで、最終的に銀行ごとみんなで協力して騙すみたいな。録画したけどまだ見てないです。録画したけどまだ見てないのいっぱいあって、もう録画の容量が。こんにちは